9年ぶりに復活したチャンピオンカーニバル、優勝ジャイアント馬場7回、ブッチャー2回、ジャンボ鶴田1回。時は流れても強者たちが追い求める夢はいつも激しく、そして熱い。選手とは1年に1回このチャンピオンカーニバルの中で戦っていたわけなんですが、馬場さんとしてもこの鶴田選手の成長っていうのをやっぱり戦ってて1年に1回こう確かめるといいますか、肌で感じたものですか。そうですね、まあ、その後ねタッグマッチでも随分もう最近ですけどね戦いました。もうこの今の鶴田とね三沢川田田植えこれらの成長っていうのはね本当にあと一歩ですよね、このハンセン、鶴田にね、もう三沢なんかもう随分、まあ、結果的には負けましたけどね、ハンセンに。いや、馬場さんね、ハンセンもね、三沢はこれ強くなって、試合後コメント残してるんですよ。そうですね、ですから、やってるうちにその非常に相手の強さに慌てたというところは多々見られましたよね。好評のチャンピオンカーニバル、やはり大きな収穫は若手の成長、丹下小橋、そしてまた三沢でありました。またジャンボもそれに真正面から胸を貸して受けてましたね。そして全勝を守りましたジャンボ鶴田であります。彼らが成長すればするほど俺は高い壁になってやるというジャンボ鶴田、思えば田植え戦で本当に田植えも頑張りました。それをガーンと受けて立って、そして跳ね抜けました。あの試合で気合がぐーんと乗ったんだよとジャンボ鶴田は話しています。さあスタイルハンセン左腕攻撃を続けられています。どこで活路を開くか。しかしハンセンのこのラリアットの打ち方をこのところ非常にバラエティー富んだものにしております。ヘッドバット攻撃、弾技を重ねてまいりました。エプロンから三沢にラリアット、あるいは髪を掴んでラリアット、かわしてから一人でステップインしてのラリアット、さまざまなパターンを持っておりますスタンハンセン。注意しなければいけません。エルボーいった、後頭部エルボーだ。今三沢あるいは小橋、こういったところがエルボーを多用します。鶴田もそうです。しかしハンセンもこのところエルボーを多用するようになってまいりました。ねちっこい攻撃はロープサイド、そういえば優勝への執念をこのスタンハンセンに感じます。三沢の飛びつき腕十字をブロックバッターで返したスタンハンセン。
特殊攻撃であります。そしてジュアルミンの箱、カメラケース、後頭部一撃、スタンハンセン、殺気を感じます。まさにこれまでこのスタンハンセンの戦い方というのは場外でペースを掴んで、さあリング上、その後ペースを掴む、こういうケースが多いですね。持っていくのが上手いですね。さあ、このシーンもありました。エルボーを打っていきます。後頭部集中攻撃。カウントが入る、ジョー・ヒグチさん。カウント2であります。さあ、そして DDT。大技構成出てまいりました、スタン・ハンセン。まずはカバー、ジョー・ヒグチさん。返しました。そうですね、こうやってね、こういう大技を交えながら攻めていくということは、今、ハンセンはいいですよね。この後はまたどういう…全く今のハンセン今日疲れましたね。もうジャンボがラビアータを取って、ハンセンは自分のものだと思ったんでしょうね。そんな判断でした。両選手一流レスラーの詰めというのもすごいんですが、両選手の一瞬一瞬の判断力と言いますかね。そこにジャンボついたの。ね、はい。今、タン選手がスタンハンセンにかかっていきましたが、スタンハンセン。ジャンボさん、改めておめでとうございます。ありがとうございます。今の率直なお気持ちを。いやもうしんどいですね。しんどい仕事ですね。ですけどまだ最後に見せ場も残ってるしね。そのためにはやっぱし全日本のエースだっちゅうのをね、証明するためにはこういう苦しい試合をね、一個一個勝ち抜いてってね、その修羅場をくぐってこないとやっぱり真のエースじゃないと思ってるんですよ。だからそのためにもね、日本武道館もね、全力を傾けてですね、三沢をやっつけることだけ考えてます。改めて目前に迫った日本武道館三沢戦について。もうやるしかないですよ。もう KO ですよ。 KO してこそ全日本のエースだと思ってますので、必ず KO を狙っていくと